メトロフォアは、ブラジルの都市、ホルタレザにて運行中の都市鉄道、地下鉄である。大半の区間は地上であり、略称は公式に、メトロフォアという。ホセデ・アレンシャル駅き2012年6月15日、これまで区トブによって2路線の近郊鉄道として運行されていた路線を、メトロフォアが引き継ぎ、新たに、ホルタレザメトロとして一部電化、近代化し、 運行が開始されたされたものである。期間は従来と同じ狂気。現在、新たな2路線の工事が行われており、これらが完成すると4路線の都市鉄道となる予定である。1トル200軽電車が4両編成で運行されている。半自動ドアを使用している。オエスタ線、スル線の2路線が運行中である。スル線は既存の近郊鉄道路線に加えて、 中心部に 3.9km の近く間が新設開業。4つの地下駅が新設された。オエスタ線は既存の鉄道路線を改修して、ホルタレザメトロに組み入れられ、電化等の近代化が進められている。VLT パランガバミューキュライプ線は貨物路線を改修して整備が進められている。ライトレール路線として建設され、ディーゼル車による運行となる予定である。 レシュテほぼ全区間が新設の地下鉄となり、建設が進められている。ありがとうございます。